では、今度49ページですね。演習30ですね。前回の演習31のカッコさんの意、ちょっとね、トイレで BC の交点とね、E が OD の中点があって分かるのかな、なんてつい思ってしまったので、なんか証明っていうか示しちゃいましたけど、すいませんね。ふとあれ、これ読者の人分かんないだろうなと思ってしまったんで。さあ、じゃあ演習30に行きましょう。これは佐賀県の問題ですね。これは透析変形とかその辺眼内に出るんですけども、右図のように2点 A、B があると。で、点 A を通り傾き2分の3の直線と X 軸の交点を C とすると。これしっかりと右側の図と対応しながら読んでいかないと理解しにくいと思いますので、で、四角形 ACDB が平行四辺形となるように、まあ、平行四辺形って言ったら傾きがなんか等しいか関係してくるかなといろいろとこう、想像しながら問題文を読むんですよ。徐々にね、慣れてくれば。じゃあやっていきましょう。1番、2点 AB を通る直線の方程式になります。ちょっとここはね、これはきれいに図書かないとちょっと見にくいかもしれないな。y でしょ、で x でしょ、0でしょ、で AB はね、こうだから、でこれが c が、このぐらい、どうした ABC か、これがひどい。で、こうなって、はい。で、ちょっとやっていきましょう。まずは、よいしょ。まず2点 AB を求めなさいんだね。この辺は図を使わなくても解けるんで、A が0、3、B が3、0。でこれね、公式があるんですけども、そういうの使わずに、もう y イコール ax プラス b を基本にどんどん解いていきましょうね。a に0、y に3、a に、あ、ごめん、x に0、y に3ね。x に3、y に0を代入して ab を求めていけばいいんですけども、b は実は、これ分かってるんですよね。だから、実は、a が0、3を切片3だから、ここまで分かってるんですね。と置けるんですね。直線 AB っていうのは実はこれ接点だからね。だからこれに点 B を代入してあげればいいんだということですね。よろしいでしょうか。ということは 3A プラス3イコール0。だから 3A イコールマイナス 3A イコールマイナス1。だから Y イコールマイナス X プラス。けど、なんだっけ、前々回ぐらいでしたっけ、ほら、8と8とか何かあったでしょ。3と3でしょ。だからもう1って1下がり1って、これ正方形、3つの正方形の対角線をがここにこうあるんだってイメージを開けば、この傾きマイナス1に決まってるんですね。もしくは3行って3下がるんだから、グラフから傾き一気にマイナス1と読み取って y イコールマイナス x プラス切片3だからってやってもいいですよ。ですか、いくらでもあります。ただこの式を一応基本に考えていくと、まあこんな感じになるんですね。直線の方程式を基準に考えていくと、どんどん実際読み取っちゃっていいですよ。3行って3下がるんだから、傾きマイナス1よって y イコールマイナス x プラス3、一気に出しても構いません。よろしいでしょうか。次、2番、点 C の座標を求めなさい。点 C は、傾きが2分の3って書いてありますよね。この直線 AC があってここですね、これが傾きが2分の3なので y イコール2分の 3x で、切片3だからプラス3だと、もうここまで分かっちゃうんですね。分かります。こっちは y イコールマイナス x プラス3だ、そうすると今後のことを考えるとこれ消しちゃいますね。よろしいですかね。そうすると、2番、もう、条件から、直線
直線 AC は AC の方程式ですよね。方程式は y イコール2分の 3x プラス3って読み取れるのはよろしいですかね。で、x 軸の交点ですから隣X 軸との交点ゆえ X イコール0を代入でしょ、ね、X、あ、じゃあ Y イコール0、ごめんなさい、 Y イコール0、 X 軸ってこれ Y イコール0の集まりでしたからね。だから2分の 3X プラス3イコール0、 X イコールマイナス3、いいですかね。イコールマイナス3かける3分の2でマイナス2と、ね、これでこれがマイナス2と分かるんですね。で、問題は点子の座標を求めなさいです ね。よって点子はマイナス2、0になるんだと、よろしいでしょうか。で、次の3番いきましょう。点 D の座標を求めなさい。ちょっとここですね。で、今、問題としては、四角形 AC、まあ、ここに B があるんですけど、DB はこれ平行四辺形である。だからもっと、こんな感じ、こんな感じ、うまく書けないな。こんな感じだよね。きれいな。よいしょ。よいしょ。ね、こうなるんですよね。で、平行四辺形なんで、この、点 D の座標を求めなさいっていうんですね。で、求め方としてはこれでよろしくていいんですけど、平行四辺形の性質からさ、向かい合う辺は平行である、ね、平行である、平行であるということは傾きが等しいんだ。なおかつ長さが等しくて平行、一組の辺の長さが等しくて平行であるっていうことが平行四辺形の定義だった、定義なんですね。もう中二の図形の後半の方でやるんですけど、これ入試問題なのでね、ごめんなさい。だから平行四辺形っていうのは一組の辺の長さが等しくて平行である、これが平行四辺形の定義、約束なんですね。そうすると見てください、 AC ってどうなってるか、 C ってごめんなさい、ここなんですけど、右へ2、下へ3、下がってるわけでしょ。ということはこの点 D っていうのもこれとこれ平行だから、点 D から考えたら右へ2、右へ2ね、2、下へ3、下がれば同じ傾きでありなおかつ同じ長さのこの線分が表現できますよね。右へ2、ね、2行って3下がる、だから長さとおかしい、2行って3下がる。そうすると3がこんな感じかな、そうだね。で、右へ2行って下へ3下がれば、2って3下がる、同じ三角形ここにできるからこの長さ等しいですよね。なおかつ傾き等しいから平行で長さが等しくなるから、よいしょ、ここが点 B になった。そうすると座標はどうなのかっていうと、今この点 B っていうのは3、0じゃないですか。だから右へ2に行くってことはここの点 B の座標 X 座標は1ですよね。で、下へ3下がるからマイナス3だ。よって図からですね、カッコ3、カッコ3はこれ図からで右図からでいいと思うんですね。右図より点 D は -1-3 と読み取っていただければいいと思いますね。いかがでしょうか。次、4番、
線分 CD、 これですね、線分 CD と Y 軸との交点、これですね、これ Y 軸の交点を P とする。で、線分 CB 上に、線分 CB 上に、なんだ、点 P を取ると、CB 上に、三角形、四角形か、 AC、 ACPQ か、 Q となるようなの面積が2分の15、どこに P があるか分かんないですけど、 P をどっか取るんですね、この辺に P を取るんですと、ACP、 あ、Q だ、ごめんなさい、 Q を取るんですねと、 ACPQ、 これですね、この四角形が、この四角形の面積が2分の15となるように点 Q を取る、この時点 Q の座標を求めなさいということですね。なるほど、なるほど。ということはですね、考え方はこうです。この問題前やりましたよね。こっちから来たくなっちゃうから、こっちに書き直しますけど、こうですね。そしたら見てください。ほら、この、Y 軸によってさ、Y 軸によって四角形が2つに分かれてて、で、こっちの三角形と、こっちの三角形の面積を足せば、この四角形になるわけでしょ。で、そうするとこの四角形、これ底辺、これを底辺共通としたらば、これが底辺共通としたら、これがそれぞれ高さになりますから、この長さ、こっちで言うと、これをこっちだと考えると AP ですよね。AP の長さを底辺として、これですね。ここが O だから、OC、これ2ですよね。マイナス2だから高さが2。こっち OQ は分かんないです。だからこっちは T としておきましょう。Q としたらば、この底辺 AP かける高さかける2分の1。それぞれの2分の1なんだから、もう、くくっちゃってね。これ、底辺かける高さかける2分の1をやると、それが四角形の面積になるわけですよね。よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。それが、5分の12になるわけですから、よろしいですか。ですか。これが高さ、底辺になります。で、これが高、それぞれの高さになります。だからこれにそれぞれの高さをかけて2分の1倍したものを足せばいいんだから、それだったらこれ全体を高さと考えてね、底辺かける高さかける2分の1をしちゃえばいいんだということですね。よろしいでしょうか。そうすると角のはこうなります。で、各のでは点 Q、 点 Q を、T0 としましょう。点 Q は X 軸上の点ですから、この長さを T としましょう。そうすると、はい、いいですか。 AP、 これ底辺ですよね。あ、ごめん。で、この底辺、この P の座標が分かってなかったんですね。で、これはどうやるかっていうと、平行四辺形です。だから AD と CD、 これ平行でしょ。大丈夫ですか。平行です。だから右へ1行ったら右へ1行く、下へ1行くんですね。右へ2行ったら下へ2行くんです。右へ3行ったら下へ3行かなきゃいけない。で、見てください、これ、ね、平行だから、これも傾きマイナス1だから、右へ2行ったらば下に2下がんなきゃいけないでしょ。わかります。2行ったら下に2下がんなきゃいけないから、当然ここはもうマイナス2って分かってしまうんですね。ですから平行だから、ですか、平行だから傾き等しい。1行って1下がる、2行ったら2下がる、3行ったら3下がる。だって見てよ、ちょうどほら、こう原点まで2行ったら下に2下がると、ちょうど P になるんだとね。だからこうなる。通ったら通り、また点 P は0マイナス2ってなるんですよね。まあ、点 P はマイナス0マイナス2等期、これね、もし角なんですね、答案の方ではなく、多分
ちゃんと解いちゃってると思うんですけど、AB 平行、CD 距離、ね、右へ2行ったら2下がる、ね、だから点 P は2マイナス2なるわけだ。よろしいでしょうか。そうするとまた点 P となるわけですね。となる。となる。よろしいですか。よって、はい、これを底辺、 AP を底辺で、 CO、OC と OT それぞれ高さですから、この CQ 全体を高さと考えると、ここは2たす、高さは2たす T になるわけですね。よろしいでしょうか。そうとこうなります。四角形、四角形っていうのを図で書くとこういうのを四角形で構わないんですけど、四角形 ACPQ の面積はですか、 AP、 AP っていうのは3引くマイナスですね。だから丁寧に書くと3引くカッコマイナス、これが AP です。これ底辺になります。で、高さは、はい、これ足すこれだから、ただ T からこのマイナスに引くっていうね、T 大きいものか小さいものを引けばこの CQ の長さになりますから、僕も丁寧に書くと T 引くカッコマイナスになる。で、かける高さ、これがかける高さです。で、かける2分の1だ。よって、これが5だから2分の5カッコ T プラス2というふうに表現できるわけですね。わかります。この今この四角形、この四角形ですねの面積が2分の5カッコ T プラス2と表現できたからですね。よろしいでしょうか。で、それが、2分の15になるように点 Q をダメなさいって言ってるんだから、方程式作れるでしょ、ね、だからこれを使って、これを使って、よって2分の5カッコ T プラス2が2分の15になればいいでしょ。で、解き方、両方分母払いましょう。2倍して5倍のカッコ T プラス2イコール9ですね。これ掛け算です。これ一つのものだから両辺5で割っちゃいましょう。そうすると T プラス2は3になります。だから T イコール1になる。よって点 Q は1、0ですね。ここに代入したわけですね。よろしいでしょうか。難しいですよね。よろしいですかね。じゃあ最後5倍いきましょう。カッコ4の時、線分 AC 上に、はい、線分 AC 上ですね、線分 AC 上に点 R を取るんですね。点 R、 その時三角形 CPR、 三角形 CPR ですね。いいですか。 CPR ですよ。こういう三角形ですね。こういう三角形、三角形 CPR、 それと三角形 CPQ、 CPQ ですね。これですね、が面積等しくなるように点 R のこの X 座標は何ですかって聞いてるんですね。そうすると、前回でしたっけ、あの等積変形を使う時のポイントっていうのでお話ししたと思うんですけども、今回ね、5番三角形 CPR と三角形 CPQ の面積が等しいというのは、ほら、共通な辺で頂点が違うんだと。時はこれはもう完全に等積変形のパターンだと。CP これ共通の底辺でしょ。で、頂点違っても面積等しいとか、もう等積変形するしかないので、ね、ほら、これ、もうヒントはここにちゃんと出てるんですね。ということは、ほら、この赤いのと、このこっちですね。見て、これ底辺でしょ。ということは、なるほどって感じですね。点 Q を通って CP と平行な直線を引いたとき、ね、点 Q を通って、点 Q っていうのはこれは10ですよね。10を通ってこの CP と平行、 CP の傾き、
傾きそれ、マイナス1でしたよね。なぜかというと CD と AB は、これは平行でしたから傾き等しい。これマイナス1だったからこれマイナス1。だから傾きマイナス1で点10を通る。点10を通る、直線とこの、直線 AC との交点の X 座標を求めてあげればいいんだってことが分かるんだ、ね、透析変形ですよね。よろしいでしょうか。解いていきますね。そうすると、これも底辺ですね。底辺 CP 共通と考えればいいですよね。共通ゆえ、ね、点 Q を通り通り、直線、CD、まあ CP でもいいか、どっちでもいいですけどね、CP と平行、平行な直線、直線と、直線。AC の交点、交点が点 R となる。点 AP、底辺 CP 共通へ、点 Q を通り直線 CP と平行な直線と直線 AC との交点が点 R となる。いいですね。そうすると、直線 CP っていうのは傾きがマイナス1ですから。y イコールマイナス x プラス b 使って大丈夫かな b と置けて統計これが点 q を取るんですよ。統計点 q を代入すればいいですよね。通るわけだから10だから10代入します。そうするとマイナス1プラス b は0 b は1だとですね。そうすると、この、求めたいこの直線ですね。だから、y イコールマイナス x プラス1だ。で、今これが、これです。これがこれになります。で、これと直線 AC との交点を求めているわけでしょ。で直線 AC ってここに書いてありますね。よいしょ。よって今度は直線 AC との交点があるですから y イコール2分の3 x ね。よって、y イコール2分の 3x プラス3と連立させるっていうことは y と y 等しいだからこのマイナス x プラス1と2分の 3x プラス3が等しいと考えればいいので2分の 3x プラス3イコールマイナス x プラス1と。これ両辺2倍して分母払っちゃいましょうね。そうですよね。でこれこっち持ってくるから 5x ね、2から6引いたらマイナス4だから x はマイナス5分の4になる。で今問題は何かっていうと点 R の x 座標を求めなさい。だからもうこれが答えなんでしょ。故に x 座標点 R の x 座標は5分の4になったってことですね。いかがでしょうか。慣れてないとこの問題難しいんですけどこのくらいが多分これ一応標準形ですね。入試問題では入試問題としては難しい方ではないんですけど慣れてない人には辛い問題だと思います。よろしいでしょうか、ね、さあ次行きましょう。演習33ですね。次50ページいきます。この辺は何回も何回もやってみ解いてみてくださいね。いいですか。自分で解かないとダメですよ、ね。
計算力もいるし、図を読む力も必要ですし、また図をちゃんと書けるかどうかっていう、なんかいろいろとね、慣れが必要です。入試問題になると本当大変なんでね。けど入試問題ではこれぐらいもちょっと難しいのは分かってるんですけど、まあこれは一応標準だと思ってください。慣れの問題ですね。難しく感じる方はね。次行きましょう。埼玉県ですね。あ、これは難しいです。あの埼玉いつも言ってますけど、埼玉本当難しいです。これは慣れてないと辛い問題なんですね。右図のように点 A と X 座標が6の点 B があると。ね、点 A が何、直線 AB と Y 軸との交点を C とします。また点 B を通り傾き2分の1の直線と Y 軸との交点を D とし、点 D の Y 座標、点 C の、点 D の Y 座標は点 C の Y 座標より大きいものとする。まあ上に行ってるってことね。これは説明すごい丁寧に書いてあるんですけど、これいくら読んでもなかなかピンときませんから、常に右の図とね、比較しながら読んでください。いいですか。で、三角形 ABD、この細長いなんか三角形ですね、潰れた。この面積が6になるように、その後 2.AB の直線の方程式を求めなさい。これは難しいです。すごい難しいですね。っていうか何が難しいのかっていうと、あのね、文字の使い方が慣れてないと、もうこの辺対応できないんですよ。これはね、高校生がやってる人によっては別に大した問題でもないんですけど、中学生ではこれはちょっとしんどいですね。こういうことですよね。これが C でしょ。で、こうでしょ。で、こうでしょ。で、あ、なんか字が汚いんだね、なんか。やだな、この問題。よいしょ。で、この問題はやっとかなきゃいけないんですね、こういう問題。どうしてもやっとかなきゃいけなかったんで選んだんですけど、ねえ、かわいそうですけどね。よいしょ。そして。こうしてこうか。でこれで C B で、ですね、これ A はこれマイナス2なんですね。でこれ6だ。ね。で点 B の、でこれ傾この傾きが2分の1なんでしょ。この傾きが2分の1。この情報だけで解けっていうのは難しいですよね。はい、じゃあやっていきましょう。でこれはどうするかっていうと、この、両方の直線ね、両方の直線っていうのは交点 B、 ここ必ずこの点を通ってるんだと。だから点 B を基準にして物事を考えていかなきゃいけないので、点 B を何か置かなきゃいけないわけよ。で今上の方のこのこれですね、 BD の方で傾き2分の1で上がってるんですから、傾きが分かったら、あと通り1点さえ求まれば直線の式求まるわけでしたよね。だから点 B の交点を欲しいわけですよ。だから点 B をこう置くんですね。6t と置いちゃうと。もう分かったものとしてね、y 座標。6t と置く、ここがポイントなんですね。で、t についての関係式を作っていくっていうのがポイントなんですけども、これは慣れてないと解けないと思います。で、こうですね。点 B。6t と置くと、まず直線 AB を求めましょう。置くと直線 AB は直線 AB、 直線 AB はどうなるかというと、傾き図から読みましょう、めんどくさいから、ね、今ここマイナス2でしょ、ここ6でしょ、でこの差はいくつか、6引くカッコマイナス2で8です。点 A って X 軸上の点なんで、X から右へ8行くと。右へ8行って、ここが辛いところ、上に T 上がるんですよ。ここが辛いところなんです。上に T 行くと B になるから、直線 AB の傾きっていうのは、8分の T だと。これはちょっとやらしいんですね。直線 AB と置くと、直線 AB の傾きは、傾きは
ね、この右図よりね、右図よりいいですか、8分の t となると t となると t と OK t と OK よって y イコール8分の tx プラス ab で直線 AC の方程式はこれは難しいんですよね。 y イコール8分の tx プラス b と OK となると隣これが点マイナス20を通るわけじゃないですか、こう通るわけでしょ、隣点マイナス20を通るので代入します、マイナス20を代入します。そうするとマイナス一気にやっちゃいますね、4分の t プラス b イコール0だから b は4分の t だと、よって t を使って直線 ab の方程式を求まったんですね、4分の t ゆえに直線 ab の方程式というのは y イコール8分の tx プラス4分の t だと、4分の t で、何でこれ求めたかっていうと、今ちょっと最初に言うべきでしたけど、三角形 ABB の面積が6になるっていうと、はい、この y 軸によって三角形が二分されてるんでしょ、だからそうすると三角形 ACD と三角形どうしようか CBD するね、こっちとこっちの面積を足してあげたもの、そうすると底辺共通なんで、底辺共通なんで高さはそれぞれの点 B の X 座標、点 A の X 座標の和がこれを底辺とした時の高さになりますからね、だから今この底辺を求めたいわけ、この底辺を求めるためには接辺が分かんなきゃいけないので、直線の方程式、直線 AB の方程式を求めた、で求めたことによってここが4分の t が分かんない、全てこの t で全て表現していくと最終的に t の関係式ができるはずだから、その t の関係式のを解くことによって t が求まると、だから t の一次方程式を作るっていう方向性で今どんどん進んでるんですね、難しいですよね。で次、今度はこの点 b は、bd ですよね、 bd の、接点ですから、いいですか、また直線、BD ですね、 BD の方程式、センター式に出てもおかしくないですよね、センター式だとこれ出席点ぐらいのレベルですけども、高校生でやるような問題じゃないですかね、慣れてないの挑戦、BD の方程式は傾きがマイナス2分、あ、傾きは2分の1って分かってますので y イコール2分の 1xプラス、どうしよう、何する、これ P と置いておくと OK、 点これが点 B 通るでしょ、点 B を通るので代入して、やっぱりこの直線 BD も T を使った関係式を T を使って表現したい、だから X に6を代入して Y に T を代入することによって接点、これ接辺になりますからね、 P が分かる、そうするとこっちから代入していくと3プラス P ですよね、6入れるでしょ、だから3プラス P ですよね、小文字の P ですね、これが T になるでしょ、だから T イコール T マイナス3になる、よろしいでしょうかね、もう嫌になっちゃったね、そうするとまあこれ直線の方程式求めない、まあよって
点 D は、0、T マイナス3と分かる。だからここが T マイナス3と分かりました。T マイナス。これで一応もう全部最低限の道具が揃ったんですね。よって、この長さ、かける、これ高さでしょ、かける2分の1でよかったでしょ。底辺かける高さかける2分の1。底辺かける高さかける2分の1。ということは、もうこれ全体をしても高さと考えちゃいけないですから、この底辺長さかけるこれな高さ、これは8ですよね。かける2分の1が、いくつになれば、6になればいいんだっていう関係式を作ればいいと。よろしいでしょうか。ねえ、これは辛いですよね。で、やっていきましょう。だから三角形、ABD の面積というのはどうなるかというと、はい、これ高さですね。あ、底辺ですね。底辺は T マイナス3引く4分の T。これが底辺です。かける高さっていうのは、まあ、丁寧に書くとこうなりますね。6引くカットマイナス。で、かける2分の1と。これでいいわけですね。そうすると、これ、丁寧に計算。これ、t ってこれ4分の 4t になりますから、4分の 3t マイナス3。で、ここっていうのは8だから、かける4になりますよね。これ8でしょ。よろしいでしょうか。で、これ以上計算、もうちょっとやっちゃうか、計算ね。そうすると、これ、3t マイナス12になるんですね。で、これが、6になればいいでしょ、問題としてね。で、これが6だって言ってるんだから、この面積が、これ全体が6ですよって言ってるんだから、ね、よって 3t-12 イコール6、イコール18、t イコール6、t イコール6。で、何が言いたいかと。求めたいのはこれなんですよ。これ直線 AB の方程式を求めなきゃいけないんですから、 t イコール6で出たからほっとしてダメなんですね。ね、よいしょ。で、従ってですね、従ってこれ番号つけておけばよかったですね。丸1とかしておきます。従って丸1よりy イコール t を代入しますから、8分の 6x プラス4分の6だから、約分するから4分の 3x プラス2分の3になる。で、これが直線、求めたい直線。もう最短難しすぎますよね。よろしいでしょうか。よくですね、これも何度も皆さんやってください、自分でね。ここ難しいですよね。いいでしょうかね。見える？大丈夫？ですよ。よいしょ。よろしいでしょうか。難しいですよね。はい。あと2つ。福島とどこだ？山口県か。福島。これもね、これもなかなか問題としては読みづらい問題なんですけど、これも読みづらいんですね。これもいやらしい問題なんですよね。わざといやらしい問題を選んでるわけではなくて、レベル的にはこのぐらいの問題できないといけないのでね。で、なかなか1次関数のね、純粋に1次関数だけのこういう図形と1次関数の融合問題ってあんまりないんですよね。入試では、2次関数のグラフとかさ、あと相似の図形との関係から出題する傾向が強いので、こう純粋にね、1次関数と図形の関係の問題っていうのはあんまり出題されてないんですよね。だから、つい出るとこういういやらしいものになっちゃう。けども、よいしょ。はい、やっていきましょう。右と左に直線 LM があって、LM の式はそれぞれ y イコールマイナス2分の 1x プラス6。これ右下がりだから n ですね。
これが y イコールマイナス2分の 1x プラス6になりますね。で、こっちが原点通ってますから y イコール4分の 1x ですね。で、L と M の交点が A であっていいでしょう。また線分 OA、OA ってここですね。線分 OA 上に動く点 P があるんですね。これが動く点 P ですね。で、点 P を通り y 軸に平行、y 軸に平行ってことはそういうことですよ。こういうこと。そうすると、L との交点を Q とするでしょ。点 P を通って y 軸に平行な直線と L との交点を Q とする。さらに四角形 PQRS が正方形である。ね、これ全部長さ等しいんですね、正方形。となる2点 RS を取るんですね。RS を取るんです。ただし S の X 座標は P の X 座標よりも小さい。だから P より左側にありますよっていう。そんな、左側にありますよね。まず点 A の座標を求めなさい。これはまあいいですね。括弧1、演習34。これは2、2つの直線の方程式、これを連立させればいいわけですから、4分の 1x イコールマイナス2分の 1x プラス6、これもう分母払っちゃいましょう、4倍して x イコールマイナス 2x プラス24、移行するから 3x イコール 24x イコール1と。で、でここ地に代入しましょうね。で、y イコール4分の 1x よりy イコール4分の 1×8 で2だ、ね、だから点 A は、8になるわけだ。ここまでよろしいでしょうかね。で、次なんですね。括弧にこの問題の意味が分かるかどうかですね。点 P の x 座標を P と、点 P の x 座標を t とし、s が y 軸上にあるとき。だから、これを自分で図をもう一回書き直さなきゃいけないんですね。どういうことかっていうと、だから、もうちょっと問題、括弧2の方の問題にこれ、図を変更しちゃいますね。今度はどうなってるかっていうと、ですね。難しいかな。ちょっと微妙だな。この辺かな。ちょっと無理があったな。こういう形になってるんです。で、ここが P で PQRS こうなってるんです。一辺がだから Y 軸上に乗っかっちゃってるんですね。で、これで正方形っていう形になる。自分で図を書き直さないと混乱します、括弧にはね。で、こういう図は問題文の方に書いてないので、これは自分でこういう図を書かなきゃいけないんですね。よろしいでしょうか。で、今こういうことですね。今点 P の x 座標を t と、この x 座標を t と、その時に、点 S が y 軸上にある、 y 軸上にありますね。ある時この t の値を求めなさいっていうことですね。じゃあやりましょう。で、どういうふうにやるかっていうと、これもなんかちょっと文字に入ると本当に辛いですよね。まず点 P の座標と点 Q の座標を求めます。方針はこういうことですね。点 P の座標を求めるでしょ。それ点 P の座標、この T を使って、これは直線 M 上の点なのだから、この点 P の Y 座標っていうのは4分の 1T って分かるわけ。代入する。で、点 Q の座標も分かるわけ。x が t だから y 座標っていうのは、ここの x に代入したものが t の y 座標になる、 q の y 座標になる。そうすると q の y 座標から p の y 座標を引いたものが正方形の一辺の長さになるでしょ。わかる。点 q の y 座標から点 p の y 座標を引いたものが正方形の一辺の長さになる。またですよ、この t と点 pPS っていうのはこれほら正方形の一辺で、 S が Y 軸上にあるから、この点 Q の Y 座標から点 P の Y 座標を引いたこの差が、実は点 P の X 座標の T と等しくならなきゃいけない。そういう関係式を作ればいいわけなんですが、それが見えるか見えないかの問題なのね。よろしいでしょうか。
よろしいですかね。点 Q の Y 座標から点 P の Y 座標を引いたものが正方形の一辺の長さである。しかし PS も正方形の一辺であり、 S が Y 軸上に存在するので、この SP の長さっていうのは点 P の X 座標と一致するんだと。よろしいですか。でそこで T の関係式を作って解いていけばいいんだってことが分かるんですね。だから、点 Q の Y 座標から点 P の Y 座標を引いたものと、これといわゆる点 P の X 座標が等しいっていうこの関係式を作ればいいだけの話なんです。って言ったってこれが見えるかどうかの問題ですけどね。そこで点 Q の Y 座標を QY とすると、 QY っていうのは直線 L 上の点ですから、マイナス2分の 1T プラス6等級で、PY っていうのは直線 M 上の点なので、PY というのは、4分の 1T と言えると。だこれで左辺の方は計算できるわけね。で PX というのはまた P の X 座標っていうのはほら問題文で T と置けって書いてあるから、これは T と置ける。これで右辺も求まったんですね。よってこれね、これ使うんですよ。これ使うと、マイナス2分の 1t プラス6引くことの4分の 1t は t である。でこれ分も全部4倍して払いますけど、全部4倍してくださいね。マイナス4倍するした方がいいんですけど、まあいいや。まず4分母払いましょう。そうするとマイナス 2t プラス24マイナス t イコール 4t だと。全部4倍したから、そうするとマイナス 3t でしょ。これとこれで、でこっち移行するから、計算ミスしてないだろうな。計算ミスしてやだな。大丈夫だよね。マイナス 4t イコールマイナス 2t と言うか、 t イコール、え、7分の24。なんか汚いですね。ね、いやらしいでしょ。福島ね、これも本当難しいんですね。だから、まあ、だから埼玉もこの佐川も似てるでしょ。この文字を T と置いてね、座標を T と言ってやるという。難しいですけど、これはまあこれはちょっと難しいですね、うん、けどもこういう問題しか出ないんですね。あの純粋に1次関数図形っていうだけに持ってくるとね、すいません。よろしいでしょうか。でこれで福島終わります。で最後山口県の問題ですね。この図が書けるかどうかですね。この図が、この図を書かずにやると混乱しちゃいますからね。この図が自分で書けるかどうかですね。さあ山口県行きましょう。演習35、演習35。そうするとこの右の図のように3点 ABC があって、よいしょ、で B が何6マイナス2、 C がマイナス1か。C がマイナス1で A がマイナス5。こうなってますね。はい、うん。でまず2点 AB を取る直線方程式を持ってください。AB ですね。はい、これも、今までの流れから言ったらもう切片マイナス5だから、y イコール ax マイナス5と置ける。で、もう一回読み取っちゃいましょうよ。ここマイナス5でしょ。で、これ6だから、ここまで、右へ6行くでしょ。右へ6行く。で、上にこの差は、この差は3だよね。3上がればいいんだから、2分の1ですよね。あります。だから実はこうですね、6行って上に3上がると、だから2分の 1x マイナス5。
よって y イコール2分の 1x マイナス。徐々にこういうグラフから読み取る練習もした方がいいかもしれないですね。高校行くとなかなかこういうの見えないですけど、中学校レベルだったら十分読み取れますので、計算からでも図からも読み取れるようにしておいてください。よろしいでしょうか。次括弧に、x 軸上に点 P を取り、 x 軸上に点 P を取り、三角形 ABP と三角形 ABC、 ああいいですか、これもいい、三角形 ABC でしょ、 ABC と三角形 ABP、 ほら出ましたね、ほら、ね、3回目かな、三角形 ABC と三角形 ABP、 はいね、一辺共通でしょ、で頂点違って面積等しい、そしたらもう等積変形しかない、 AB をと平行な直線を求めればいいんですね。で ABC と面積等しいんだから、A、点 C を通って AB と平行な直線を引けばいいんだ、ね、点 C を通って AB に平行な直線を引いて、平行じゃないじゃん、ごめんなさい、平行を引いた時のここですね、これが点 P になればいいでしょ、わかります、そしたらもうこれは簡単ですよね、だってこれ傾きが、2分の1って分かってるわけなんですから、だから点 C を通り直線AB と平行で、平行な直線ですね、直線と X 軸ですね、 X 軸との交点、交点が点 P となるんだってことが分かる。点 C を通り AB に平行ということは、切片がマイナス1でしょ、で傾きが2分の1だから、まずこの直線の式というのは平行な直線、これはどうなるかというと y イコール2分の 1x マイナス1になる、でこれが x 軸と交わるんだから、 x 軸っていうのはこれは y イコール0でしょ、y イコール0をここに代入します。ということは2分の 1x マイナス1イコール0、 x イコール2と、ね、よって、まあ、x 軸上の点なんですから、もう y 座標0ってこう分かってますから、点は2、0になるんだと、いかがでしょうか。これで、図形とグラフのまず2番目がこれで終わりましたね。よろしいでしょうか。ここまでいい問題ばかりだったので、しっかりと何度も復習してみてください。では、お願いします。